昨日の夕方ここの道の駅に来て一泊して、今日はパソコンでいろいろデータ整理してたらば一日過ぎてしまいました。閉店間際に何か食べるものないかと思って行ったんですけど、いいものが残ってなかったので、今日は仕方なく非常食で晩ご飯にします。あ、今日は食べるものがなくなっちゃったので非常食。インスタントラーメン、これをラーメンじゃなくて焼きそばで作ります。フライパン、水はね、まあだいたい200から220ぐらい、まあこれ好みによるんですけどね、硬さ。これで今220ぐらい入れました。ちょっと撮影暗いですけど、お湯沸いてきましたんで入れます。まあ1分、片面1分。はい、1分経ったら裏返します。うまく裏返れへんしょ。よいしょ。でまた1分。はい、2分経ちました。ほぐします。このスープ、これ全部入れると辛いんでね、まあ、大体半分ぐらいですわ。まあこれがお好みで。あとはまあ様子見ながら水分飛ばすぐらいの感じで。はい、火止めます。でまあこういうついてるやつは入れると。はい、こんな感じで、これカメラを動かして、こんな調子でできました。いただきます。
でこっちの方に本線があって、もう線路なくなってますけど、ここにガーダーが残ってます。この先は美保基地です。